どうも皆さんこんにちは。原作ワンパンマン133話面白かったですね。まだご覧になっていない方は、本コンテンツはネタバレを含みますので、まずは133話をご覧になると良いと思います。ネオヒーローズの水流班の者たちが画廊に麻酔弾を打ち込み、それを食らった感じで受け止める画廊、かっこいいですね。そして画廊が受け止めていることを分かっている水流もさすがです。ところで画廊といえば、あのハサミみたいな髪型が特徴でした。76話の自称災害レベル神になる前まではハサミみたいな髪型ですね。77話で災害レベル神になって、ハサミの部分が角に変わった感じですね。さらに88話になるとより角らしくなっています。変身を経ても93話まであった角でしたが、埼玉に殴られて亡くなり、外角から出てきた画廊は単発でした。そして現在さらに短く丸くなっています。性格と同じように角が取れて丸くなったという描写でしょうか。角は角とも読めますからね。水流の祖父水長と画廊の元師匠バングは友人だったんですね。そういう因縁もあるということで、この二人の激突は面白いです。水流は画廊が荷物を積み込んだビーバー引っ越しのトラックを投げつけますが、画廊はトラックや積み荷が傷つかないようにキャッチして静かに置いています。ビーバー引っ越しの人がネオヒーローズに画廊は指名手配中の凶悪犯と聞かされて逃げていったにもかかわらず、画廊がトラックや荷物を大切に扱っているのがいいですね。トラックを破壊しようとする水流にやめろと言い、破壊後はどうしようもなくなってバカがと言っており、トラックと積み荷を守ろうとしていたのがよくわかります。市民の財産を守ろうとする分別なる画廊、かっこいいですね。トラックを破壊したり、改心した画廊を攻撃したり、水流の方が悪役に見えてしまいますが仕方ないです。水流は画廊が改心していることを知りませんし、水流にとって画廊はヒーロー狩りの凶悪な指名手配犯ですからね。水流は最後まで一般市民に対して危害を加えるのではないかと画廊の危険さを警戒していますね。しかしトラックは破壊しなくても良さそうでした。水流はトラックを破壊するときに酩酊真古拳を放っていましたが、村田先生漫画でも埼玉やチョゼ、豪傑に対して使用していましたね。豪傑には指でつままれていましたが、埼玉には武術とはなんか動きがかっこいいものと褒めてもらっていましたね。水流は最初バトルスーツの力を使用していませんが、酩酊真古拳を放っているように素の力においては本気で戦っていると思われます。水流の本気に対して画廊は余裕な様子です。さすが画廊ですね。水流が言うように実力の半分も出してなさそうです。水流は実力で勝てなさそうなのでバトルスーツを使用しますが、バトルスーツはやはりすごいです。通常の仕様で水流がとんでもないというほどパワーアップさせてくれています。相手が画廊なので弱く見えてしまいますが、水流も達人ですからね。127話で童貞が言っていたように、装着者の神経と同期して電気信号を拾って人工筋肉が反応するからか、強いものが身につけてもさらに強くしてくれるようです。しかしそれでも倒せそうにない画廊に対して、水流はネオリーダーのスーツにのみ特別搭載された機能リミッター解除を使用します。すごいですね。バトルスーツのリミッター解除、さらに強くなってあの画廊に打撃を当て始めます。画廊は力を失ったとはいえ、力を失う前は埼玉の適当に放っているパンチをかわしていますからね。リミッター解除はネオリーダーのスーツに搭載されていると説明がありましたが、ゼイダッツとインフェルシネイブには搭載されていなかったのかもしれませんね。あの二人陥れられてサイボーグにされてしまったようでかわいそうでしたね。水流はバトルスーツの影響で勢い余って連打が止まらなくなりますが、故障して停止します。やりすぎたと思った水流はヒーロー狩りの画廊のことを心配して、やりすぎたか、生きてると聞いています。水流は画廊が改心したことを知らないのに敵に対しても優しいですね。いいやつなんでしょうね。そして無事な画廊、さすがです。しかし画廊はこの件を見る限り普通に働いて生きていくことも難しそうですね。その後画廊は、ああお客様の積み荷がという言葉を聞いてピタッと止まります。これ以上被害を拡大させたくないと思ったのかもしれませんね。何も言わず去っていく画廊、哀愁が漂いますね。水流はバトルスーツの故障を、俺の動きが想定以上に激しすぎたみたいで熱暴走してすぐ停止しちゃったと言っていましたが、ネオヒーローズが水流もサイボーグ化しようとして細工していたら怖いですね。最初に水流が画廊に、この水流がお前をネオに連れていくと言っていたように、画廊が負ければ画廊をサイボーグ化、水流が負ければ水流をサイボーグ化しようとしていたのかもしれませんね。二人とも無事で良かったです。また水流のスーツの故障が不良品や意図的なものでないなら、本気の水流のスーツが故障し、本気のブルーのスーツが故障しなかったので、ブルーの実力は水流より下かもしれませんね。
金属バットや童貞はスーツを着た時戦った怪人が本気を出すほどの相手ではなかったので、この比較はできなさそうです。ブラストは特別なスーツなのか、あるいはスーツの製造元が異なるかですね。でないと本気のブラストは水流より劣ることになってしまいますからね。そうだったら残念ですよね。水流が最後にヒーロー名簿にあいつの名前が登録されててびっくりしたなと言っていたのは妹の水子のことですね。明日あっちの様子でも見に行ってみるかと妹のことを気にかけてあげているのがいいですね。水子は目撃してしまった信じられない強さの埼玉のことを兄に話すかもしれませんね。楽しみです。いつも楽しませてくれるこの作品に感謝したいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。